2020明治安田生命 J1 リーグ第24節 FC 東京対大分トリニータの一戦をお送りします。本来10月24、25日開催予定ですが、アジアチャンピオンズリーグ参戦のために FC 東京はリーグ戦前倒しで行います。 FC 東京の今日のメンバーです。キーパーが林、中村匠、木村、森重、小川、中盤に三田、品田真奈と、アルトゥール・シルバ、ディエゴ・オリベイラ、永井、そしてレアンドロです。一方のトリニータです。ゴールキーパームン・キョンウン、小出、鈴木、カウラ、松本、島川、前田、高山、小塚、渡り、そして知念です。ここはシンプルに柔らかいボールを使って香川、サール、松本へ。レアンドロ、いいとこで行きましたね。長い、戻して逆サイ、ディエゴ・オリベイラ、決定機でした。東京小塚です。 いいところで受けました。そうですね、うまく落ちてきましたね。大外、高山、2人が引きつけて大外、小塚は高山へ。今日森保監督、味の素スタジアムに来てます。10月いよいよ日本代表の活動が再開されます。知念が行きます。狙います。うまくつなぎました。品田から中村匠、ボールが中に返ってきました。ミドルシュート、先制取りにいた松本です。相手のビルドアップを奪って素早く打ちました。これは斜めにボールが入って、長い、戻してレアンドロ、追いつきました FC 東京。品田の縦パスからスピードアップしました。森重の左足、アダユトンへ、胸コントロールに行く。迫力ありますね。ヘディングじゃなくてもうトラップに行こうとしました。レアンドロ、ドリブル、やっと、外が、ノーファール。これはこの映像を見る限りだと僕は笛を吹くべきだと思いますね。トリニータ同時に3選手交代。前田、ミサオです。中を使ってきました。野村、戻す、ミサオ上がる、低いボール抜ける、田中達也、勝ち越し、取りにいた。サイドを崩しました。2対1。仕掛けます、田中達也、折り返し、こぼれて、いさ、流れる、野村、流し込んだ、3点目、1対3。代わって入った野村はこれで1ゴール1アシスト。タガ、アダユトン、イタチ、ここからパワー持って出ていきます。アダユトン、えぐる、ペナルティーボックスに入ってきた、粘る、自分で打てない、つないで、レアンドロ、タガは左足、ヘッド、品田、1点も返します。いやー、ダイユトンのプレーは見事ですね。まあ、あのフィジカルでぶつかって弾き飛ばすのはね、ダイユトンの得意な形ですけど、はい、ここタガですね、思い切りシュート打ちましたし、品田もよく詰めてたと思いますね。追加タイム5分です。品田はこれが J1 初ゴール。ラインを上げましたが
森重のキック、原が待つ。あー、いいボールだ。中に戻してきた、レアンドロ落とす。田川右足、サイドネット入ったと思いましたけどね今ね、かわしたとこまでは完璧でしたけどね、田川ね。入れ替わって小川が入ってきた。戻します、森重、原太一、香川セル、もう一度原、流し込めない。試合終了2対3、最後ビッグチャンスでした原太一。まあ最後迫力のあるパワープレーでしたけど、最後のところちょっと決めきれなかったですね、FC東京ね。 J1 第24節 FC 東京対大分トリニータ2対3、アウェーのトリニータが勝利しています。